はい、てなわけでどうも皆さんこんにちは、きなです。今回はですね、こちらね、ウルトラベジットくんがね、なんと来期の、PVP のシーズンからですね、ティアが上がるらしいんですよね。で、それがもう確定してて、まだ知らない方いるかもしんないんで、見ていこうかなと思いますけど、このね、魔人ブー編のお知らせのところから見ることができます。で、これね、超時空決闘の第90回ですね、次回になるんですけども、ティア、C から A に属する魔人ブー編のキャラクターがピックアップにね、全員配置されるんですよね。なんで、このね、黄色ベジット、そして赤ベジットともにですね、超絶の強化をもらえるということでね、もう元々絶対ブーストもらえてないところにいるはずなんで、まあ、余ダメージ、なんぼだったっけ、余ダメージ 20% アップと、打者棒のね、15% アップがもらえるっていうことでね、まあ、前回覚醒のキャラクターはちょっと違うから赤ベジは違うんですけど、はい、まあ、超絶なね、強化がもらえるということで、この最強の編成使っていこうかなと思います。絶対ね、これ、次のシーズンの環境トップになるんじゃないかなって思ってる、このゴジブルの入れた魔人ブー編合体ね、体力3積みして、この上3体固定で戦うっていうね、バチクソ強いと思うんでね、やっていこうかなと思います。いや、これね、本当にピックアップのブーストってバカにならなくて、なんかね、本当にブーストありきで新キャラを強く見してるみたいな時もね、結構あるんですよね。だから、ブーストなくなった途端、めちゃくちゃ弱くなるみたいなキャラクターも、本当にね、いることにはいるんで、そんぐらいね、なかなかね、ティアがあるかどうかって、ね、でかいんでね、しかも余ダメージ 20% アップでしょ。昔のキャラクターが特殊1回積んでるか積んでないかぐらいのね、差があるんでね。そう言ったら弱そうに聞こえる。はい、今のはちょっと、選択ミスだね。ただね、本当にめちゃくちゃ強くなると思うし、ただでさえしかもウルトラスーパービジットとか、今、使われてるからね。今の環境でゴリ使われてるキャラクターが、そんだけの強化をもらえるっていうだけで非常にやばいでございます。さあ、単発欲しいんですけど、警戒して。さあ、このカウンターも、ほらこれが、あ、待って、今の圧弱すぎ。あれも 20% 強くなりますからね。もう体力もう、全然残んないでしょ。っていう感じになるんで、外してくるかな、これ。オッケー。さあ、止めまして。で、ゴジブルも今復刻してるっていうね、マジでね、もう絶対組毒。これ、大剣大器いきます。おー、大剣狩りうまい。いっと即行って、まあ、入らない。オッケー、湯逃げ展開。これが最強。おお。何されるんだ、僕は今。タックル回避行こうか、裏下げて。キャラチェンメイン打ってきそうだから、射撃行きます。オッケー、入っていく。お、なんか変なおじさん来たわ。出して、気力回復しまして。いや、やばい。しかも耐久も上がるっていうね。ただでさえさ、この、来たこれ。あー、どうしようかな。見よう。いや、回避します。オッケー、はい、交代禁止、バチコリとぶち刺していく。はい。マジで強い。もう今でさえ強いのに。これが強化されるんでしょ。もう化け物でしょ。やめてください、そんなリロード。あ、そういうこと。無限リロードってこと。今気づいたわ。止めて。あ、そういうことね。何それ。知らん技。ちょ、知らん技いっぱい打ってこないでください。ちょ、交代ムーブで釣りたい。受けよう。回ってるよ。ここずらっしゃい日行こう。なんか圧打ってきそう。おお、見られちゃう。まあ、全然ライかぶされても OK なんで。まあ、しゃあないと。これ、特化向こう、体力半分以下でつくんだったっけ？ちょ、忘れた。誰か教えて。マジで忘れた。うぅ。おい、変身の演出が長い。打っとくか。オッケー。出して。最速取られないように立ち回りたいけど。見えそう！見えないか。これ、こっちか、得て、受けよう。よし、引き返して。113。じりじり行こう。これ見て。結界見て射撃！はい、神。はい。こっちで撃って、赤ベジットで、まあ、ライジングでいいかな。落とせっかな、これ。なんか硬いんだけど、地味。地味硬いから裏で撃っとくか。怖いわ。地味硬いわ。まあ、一つでいいかな。火ダメマイナスついてるんで、よし！火ダメマイナスカットね。強すぎ。ガーン！読まれていく。パンツ見えてる。射撃。ジャックイックで。ありがとうございます。スポーンしてくれたんかな。メイン切ろう。さすがに逃げた方がいいわ。必殺ブーパープリーズ。必殺ブーパープリーズ。カモン。カモン。おお
抱き上がりされてもこれ大丈夫だから OK 抱き上がりされてもね、このタイミングねカウンターできるんですよ。だから彼右手抱き合をしっかりとぶち込んでいく。はい、いけるかな。ワンコン頑張れ。もう一枚引けると思う。どっこいしょ。 OK 優秀、いけ。76万、どうですか。どりゃゴジータも赤さんになったんでね、いけ。どりゃー、はい、最強。対戦ありがとうございました。これがまだ強くなるんですよ。さあお願いします。続いては赤尾村か。赤尾村の劇場にヒットぶち込んだ感じの編成となっておりますが、お願いします。いやー、魔風編、しかもこれ新キャラクター来るんでしょ、魔人ブー編の。いやー、ちょっと環境どうなるか楽しみですけど、でもなんか何にしろこれめちゃくちゃ強そうだな。来週だから、来週多分新キャラ来ると思うんで、で、まあ、そっからゴジータブルーがどんな感じで、まあ、潰されんのかっていうところは結構気になるところだけど、まあでも言うても3ヶ月ね、環境に居座り続けてるんで、おー、なんか最速取られたわ。こっち出そうか。青出してくるか。まあ、こっち出し、いや、若干受けてもいいや。いくらか回復できるんで。さあ、硬すぎないっすか、マジで。この編成、マジ硬いから。ガチ硬い。余裕の。どこから抱き持ってきた。神で、神で射撃。ユージムーブ切ってみて、オッケー。特化無効中なんで、ガッツシこっちで。スラコン入れまして、オッケー。釣りまして、射撃から消化しまして。ああ、いいね。素晴らしい火力。まあ、これ吸われてもいいんで、消化しときましょう。ほい。これちょっとダメージ見といてくださいね。属性売り無効です。で、この耐久ね、やばくない？勝って。やばないですかこれほんまに。外そう。OK？ 最速取りまして。待って待って待って。まとめてくるか。やばないですかほんまに。ほんまに。あれにティアつくんですよ。これマジ、えぐいと思うんですけど。まず次、大キャン大キとかしてくるか。次のシーズン、ほんまに上位狙ってもいいかもって思うぐらいに、この凸あったら戦えますね。ほんまにやばいわ。強っ。で、火力もしっかり持ってるっていうね。化け物ですか？強っ。ここ、OK！ もうこれは倒しちゃいましょう。はい、そこ、居座り回避はまあ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 。ちょっとリスキーかもしんないですね。ドカーン。ぐるぐるぐるガリーン。で、まあ、変えますか。マイラ、うん、やられた。ビースト来るんかな。ビースト変えてきてほしいな、ここ。ライを、あれしたい。どうだ。いやー、さすがに、切ってきそうだな、これ。もう、出します。ライ打ってきそうだわ。あ、そうだよね。赤ベジと切りまして、オッケー。ゴチゴチのこの耐久ね。はいはいはい。で、赤ベジットって、ちょっとね、火力が若干少なめなんで、環境のキャラクターをライジングで落とせないみたいな時もたびたびあるんですが、まあ、それもね、ティアである程度カバーできるようになるっていうね。もう全てにおいて最高の条件が揃いますということで、まあ、攻めたん弱いな。でも、お得意の耐久でしっかりと、やばマジでやばいしか言えんけど、クソ硬いな。やばいな、本当に。ただまあメイン直当ては一応ケアしよう。121。おお、開発してますね。タックル。ちょっと遅れたわ。メイン切ってるんで。あぶね！止めよう。止めまして、ずらし特殊いきます。バニ回復よ。優秀。中距離！来たー！特化は無効です。いや、必殺の弾渋いけど。あ、それはさ。こっちでいけるんじゃないですか。予約で。いや、いけそう、いけそう、いけそう。体感絶対いける。ベジットを舐めないでいただきたい。いや、マジ。ウルベジ強化入んのやばすぎ。いや、これ、ほんまに強いな。めっちゃ使ってて楽しい、しかも。やっぱ、推しキャラ使うのが最高ですわ。うわ。メインも切ってるんで、もう大丈夫ですかね。てなわけでね。やば。ビーストの、火力こんだけで抑えれてんのマジバケモンだな。どうしてきます。 OK 中距離大器。よしよし、
こっち言って対戦ありがとうございましたと。すんよ、なんだこの編成は、ほんで。すごいね、相手さんの編成。回避回避入れときまして。OK、やばい。ただでさえね、本当に。今の状態でも、めっちゃ強いのに。今の最強合体戦士を作るんだったら、純粋合体だったらこれが最強だと思いますね。他にもなんかいろんな方あるんですけど、この相手さんの17号をリーダーにしたやつとか、パンをリーダーにしたやつとか、ビーストをしたりとか、カマロゼ入れたりとか、なんかいろいろあるんですけど、ほんまにね、純粋な合体を使って強くなりたい方はめっちゃおすすめですね、これ。さあ。危なっ、あれ、倍使ってなかったか、オッケーオッケー。で、かまどず来そうなんでしょ、生き返るとこうか。あ、で、そうだ、あれだ、ぷいぷいが。確か、あれ持ってるよね。唾液カバチェン。うわ、マジか。やられたわ。初めて見た。うわ、繋がってる。あー、ミスちゃった、ちょっとフリック遅、あー、うやうやうや。見極めついてたけど、フリックが遅れてる。うおー、逃げられんぞ、されたわ。ちょ、やめてやめて。あ、マジで逃げられへん。何それ、あ、特殊か。え、それ強くね。普通に強くね、ぷいぷい。あー、やるじゃん。ちょ、気力がほんでないな。ちょ、いける。ちょ、なんで跳ねれてない。ちょ、マジ。ぷいぷい大活躍。で、10カウント長いな。遠距離、よし。あ、これ縛りますか。あー、待って、なんか、メイン禁止入った。誰の号か、この17号か。マジで裏にいるだけで仕事すんの勘弁してきれ。回避回避。まあ、ちょっと最後の方は初心者さんかもしんない。さあ、ライ打ちましょう。まあ、これはさすがにいったかな。はい。相手のウルカマ落としたらもうアタッカーいないんでね。そんなわけで、まあ、ゴリゴリのね、最強のこの、魔人ブー編パーティーね。いや、魔人ブー編というか、ゴリ合体戦士パーティーね。はい。めちゃくちゃおすすめなんで、来期から皆さん使いましょう。なんでね、本当に、この編成使いたい方は、今の間にね、ゴジブルの凸を追ってあげるといいと思います。5日間しかないんで、はい。いけるかな？ナイス。対戦ありがとうございましたと。はい。おう。てなわけで、お疲れ様でした。明日以降もめちゃくちゃ動画上げていくつもりなんで、ご視聴よろしくお願いします。